ハワード・ヘンリー・ベイカー・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、連邦上院議員、多数党院内総務を務める。その後、レーガン政権で、大統領主席補佐官、ジョージ・ W ・ブッシュ政権で、中日大使。所属政党は、共和党。宗教は、長老派で、相性は大物である。急進的な保守派の多い南部出身の共和党員の中にあって、 恩恵派の重鎮とみなされた。会員議員を務めたハワード・ベーカーの息子として、テネシー州ハンツビルに生まれる。彼のママ母、アイリーン・ベイリー・ベーカーも会員議員であった。テネシー大学のロースクールを1949年に終了した。第二次世界大戦中の1943年から1946年にかけて海軍士官としての軍歴がある。 ロースクールを終了後は地元テネシー州の法律事務所に勤める。1964年の上院議員選挙に共和党から立候補するが落選する。当時テネシー州は民主党の強固な地盤であった。1966年に再び上院議員選に挑戦し、今度は当選する。ベーカーは南北戦争後の再建期以降、初めて テネシー州から選出された共和党の上院議員であった。また、南部から初めて再建期以降に選挙で選出された共和党の上院議員でもあった。1973年にウォーターゲート事件が発覚した際には、設置された上院ウォーターゲート特別委員会の副委員長に就任し、公正中立に真実を明らかにする立場から共和党内からいち早く、 ニクソン大統領を追求する姿勢を見せた。このことは党派にとらわれない、公正な政治家としてのベーカーの名声を高めた。1977年に共和党上院院内総務であったヒュー・スコット、上院議員が引退したのを機に、院内総務に就任。パナマ運河返還問題では、党内に根強い返還反対の声を押し切り、返還賛成でまとめ上げ、 パナマ運河編環条約締結を実現するなど強い指導力を見せた。1980年の共和党大統領予備選に立候補するが、ロナルド・レーガン元カリフォルニア州知事に敗れる。この年の選挙で共和党が勝利し、多数党となると、ベーカーは名実ともに上院の最高指導者となった。1984年の改選の際には立候補せず、 上院を去った。上院では強いリーダーシップを発揮し、歴代院内総務の中でも結出した人物の一人とみなされている。またベーカーは民主党が圧倒的な強さを誇った地元テネシー州における共和党組織の構築に大きな功績を果たし、同州での共和党の勢力を民主党にごすものにした。1988年の大統領選挙に向けた。 運動を開始するが、1987年にイランコントラ事件で揺れていた、レーガン政権の大統領主席補佐官に就任するよう要請され、大統領選への出馬を諦め就任した。就任後は、政権への国民の信頼回復に努めた。ベーカーは、前任者のドナルド・リーガンや、ジェームズ・ベーカーのように事実上の首相として、強権を振るうことに対して批判的であったが、 十分に指導力を発揮した。ベーカーは上院議員当時から地日派、新日派として知られた。この経歴を買われ、2001年にジョージ・ダブル・ブッシュ大統領により、中日大使に任命された。自衛隊のイラク派遣など、日米間の重要問題では、大物大使として、日米間の調整役を担い活躍した。2005年に中日大使を退任した。 彼の在任中、前任者に引き続き、中日アメリカ合衆国大使館の敷地賃貸料の滞納を重ね、ついに一度も支払われることなく、任期を終えた。退任後は、シティグループの顧問を務めた。2009年1月、日本経済新聞の連載企画である私の履歴書において、彼の半世紀が掲載された。2014年6月26日、 脳卒中による合併症のためにテネシー州の指定にて亡くなった。88歳没。ベーカーの最初の妻はエヴァレット・ダークセン上院議員の娘であった。最初の夫人と死別してからかなり経った1996年、彼はアルフ・ランドン共和党大統領候補の娘、ナンシー・ランドン・カッシバウム上院議員と再婚した。ベーカーは1984年に、 上院議員としての功績からアメリカ合衆国文民に与えられる最高の栄誉である大統領自由勲章を授けられている。また2008年には東華大受章の助勲を受けた。超党派の精神上実の私の履歴書の単行本化。英語版も収録。ありがとうございます。